この度は本当にあの皆さん方の情報が嬉しさをにつきましては本当に申し訳ないと思っております。天草市の牛深市民病院によりますと、今月8日、電子カルテ導入に向けた業務を受託している会社の担当者が、患者132人の住所や氏名などの情報が表示された画面を USB メモリに保存し、外に持ち出しました。その3日後、担当者が USB の紛失に気づき、昨日警察に紛失届を提出しました。今日になって担当者が使ったレンタカーからUSB が見つかりました。現時点で個人情報の漏洩は確認されていないということです。USB は病院外への持ち出しが禁止されていましたが、担当者は電子カルテ導入に向けた作業を自宅で行うため持ち出していました。牛深市民病院は個人情報や USB メモリの使用について改めて周知徹底や研修を行い、再発防止に取り組むとコメントしています。